オープンフォーラムヨーロッパは企業と政府組織におけるオープンソースソフトウェアの利用を推進するヒエ利団体である2002年3月に設立された。不モッカ欧州委員会と共に2010年までを目処として I2010 ストラテジーを進めておりユーザーがオープンな製品を選択できるようオープンかつ競争的なヨーロッパの IT 市場を形成することを目標としている。 府はいくつかの大手 IT 企業によってサポートされており、欧州委員会や各国の政府と直接もしくは国内の協力団体を通して密に活動している。また、ヨーロッパにおけるオープンソースソフトウェアの開発と利用を促進することを目的とした契約活動を行っており、イギリス政府やデンマーク、アイルランド、イギリス国内の中小企業に焦点を合わせた。 ポータルがそれぞれ設置されている。また、オパンドキュアメントフォーマットを推進する観点から、電子ドキュメントの ISO 標準のフォーマットである、ドフト、とマイクロソフトによって開発された別のフォーマットの OX マリオをめぐり活発に議論を行っている。府は、フリーソフトウェアファンデーションヨーロッパリナックスプ Linux Professional Institute ォー4 A-Free Information i n f r a s t r オパンドキアメントフォーマットアライアンスとそれぞれ協力関係にあるオープンフォーラムヨーロッパハットオパンビズハットオッポナイランドハットフユーケーハットリナックスプロフェッショナルインスティチュートホームページありがとうございます